バズらないけど紹介したい好きな打ち切り漫画3選。1、銀河と龍奈、週刊少年ジャンプで連載。全4巻。元人間の雪だるまの銀河と魔術師龍奈のマジカルファンタジー。雰囲気も好きだし、龍奈の性格や魔術の秘密も良かった。出足好調だなと思っていたら、だんだんと掲載順位が下がっていって打ち切り。2、早乙女さんにはもうデスゲームしかない。マガジンポケットで連載で全36話。ヒロインの早乙女さんが主人公を振り向かせるためにデスゲームを仕掛けるラブコメディ。鉄球、水攻め、次元爆弾などデスゲームの定番も登場するが安心して見られます。3作品目、サイレン。週刊少年ジャンプ連載で2008年から2010年まで連載。16巻で全145話。ジャンプ打ち切り作品の中でもナンバーワン人気の作品。赤いテレホンカードの力でサイレン世界という謎の世界に飛ばされた主人公の吉野アゲハが幼馴染の雨宮桜子と協力して世界の謎を解決していく物語。やがて世界の秘密を知るが、そこには驚きの展開が待っています。